陸遺産は中国語漢末期の政治家、学者、武将。字は後期。本願は幼州呉軍呉県。陸法の孫。陸康の子。陸春の弟。陸孫、陸直の年下の十父。呉の名門である呉軍陸氏の一人。露光軍の大主である陸康氏の罰子として生まれた。父は、 受春に勢力を張った演術への対応を迫られることとなった。6歳の時、父に従って演術を訪ねに行き、その際におやつとして出されたみかんを母親に食べさせたいと思い、演術に内緒で隠して持ち帰ろうとして見つかり、演術にとがめられたが、陸赤の親孝行ゆえの行動とわかり、孝行心の深さに演術が感嘆したという逸話がある。しかし一年後に、 陸康氏は、演術と対立し、演術の武将であった孫作に責められた。長期の工場戦で一族の多くが死亡する被害を受け、自身も降伏した直後、その振動から病死した。この前に、陸石は、呉県に帰って避難する。父の後を継いだ陸石は、その後品格として、高等を石見した孫作に仕えるようになった。幼少のため、長将、長広寺。 はたまつといった幕僚たちの末席に位置したが、それでも孫作に堂々と意見をしたため、長賞に感心された。長次で堂々たる体育、博学多才の読書家で知識が広く、中でも天文と歴学に通じており、精廉な性格で年長である句本とも堂々と交際した。200年に孫権に招かれて、総々上となった。孫賢に対しても正しいと思うことは何でも、 還元したことから、尊権に遺された。また、年上の老いである、古障と名声を等しくし、陸尊、長圧し、占い性よりも名声が勝ると評価された。210年、宝刀が暮れに、周遊の勘をけを届けもうを弔いに来た。古障前僧と共に宝刀と信仰を結び、宝刀から、ドバ場ー一足の力と評価された。この後、足質のために引退した。 孫権の公衆平定後、移り引退主と編将軍に移され、二千の兵を率いる立場となった。陸赤は足が不自由で、学者としての仕事を望み、コンテンツを作り、収益、体現に中央をつけるなど、著実活動に励んだ。219年に33歳で死去した。自らの死ぬ日を予測し、自分で自分の字を作った。その中で、 自分の死の60年後に中国大陸が統一されることを予言していた。天文と歴学に通じていた陸石は孫賢の命によって当時最新の暦を作った。これによって呉はギよりも正確な暦を使用することができ、同時にこれはギに対する牽制ともなった。陸石には陸博氏陸明という男子と陸打つという女がいた。死後は おいの陸前に引き取られて養育された。陸博士は、海警南部とい、陸明は長水行為となった。小説、三国支援義では、孫権の時代に集まった人材の一人として、名が上がる。赤壁の戦いでは幸福派の家臣の一人として、登場し、諸葛亮が孫権を早々と戦わせるため、説得の使者として訪れた際、 多くの幸福派の軍神たちと彼に論戦を挑むものの諸葛亮に演術の前でみかんを盗んだ過去をからかわれた上で論破されている。ありがとうございます。